どうも、ワンピースの総督、仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースにおける話数の反転です。話数の反転とは何か、一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方や、最新話をまだ見ていない人は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。僕の考察方法は、作中に仕掛けられていると思われるパズルのようなワンピースのルールを読み解いてから考察しています。例えば表裏一体、これはキャラクターや造形物まで様々な描写で見られます。現在のエッグヘッド編はパンクハザード編と表裏一体でしょう。また話数を語呂合わせして先読みをしたり、内容をより把握しています。それが話数の語呂合わせ。さらに類似する話数にはつながりがあると考える話数の一つなぎ、これは例えば33話の仲間割れの描写と1033話のキングのセリフ、仲間割れかなどがリンクしているように、似ている話数には何らかのつながりを持たせていると考える理論です。その他にも月というシンボルが描かれるとき、そこには特定の意味が付随すると考えるシンボル、さらにワンピースの戦いはトランプカードゲームをモチーフとして進行していると考えるトランプゲームなどをこれまで考えてきました。そして今回新たに考えたいのが、類似する話数のつながり、話数の一つなぎの派生変則パターン、話数の反転です。先ほど33話と1033話のつながりを紹介しましたが、それでは次にその1033話の1033という数字をひっくり返しましょう。すると3301、ここでは0をノーカウント扱いにしましょう。すると331、つまり331話が1033話の反転話数。そして331話を見てみると仲間割れの話。いやいや、さすがにこんなの偶然でしょ。もちろん偶然の可能性はあります。しかし全ての研究は偶然と仮説から始まり、実証と試行錯誤を経てたどり着くものです。それは海賊王ロジャーが言っていました。世界をひっくり返さねえか。そこで今回は話数の反転をいろいろと探していきます。まず小田先生は数字の反転を過去に行っています。それはロシナンテの語呂合わせ、ロシナンテ64710、これが海賊ロシナンテの語呂合わせですが、この語呂合わせを反転させるとマリンコード01746、海賊が反転して海軍となりますから、小田先生は数字の反転を行っています。それでは実際に話数の反転が成立する事例を見ていきましょう。それはかつてない異次元考察殺法なのです。まずは青記事です。青記事は699話で闇に通じているとスモーカーに言われていました。699をひっくり返すと966話を見てみましょう。966話の扉絵には黒ひげが登場。つまり青記事は闇の黒ひげに通じていた。次に965話は黒ずみ家の陰謀。965をひっくり返すと569話を見てみましょう。569話は白い怪物、黒と白。569話では白ひげが息子たちの未来を案じていますが、965話でも黒ずみが子孫の未来を案じていました。次に18話ではルフィが麦わら帽子をバギーに傷つけられて怒っているところをナミが見ていますが、18をひっくり返すと81話を見てみましょう。81話ではアーロンに裏切られたナミが涙を流し、そこへルフィが大切な麦わら帽子をかぶせています。これは綺麗なアンサー、ひっくり返しです。次に193話ではクロコダイルから島一つを吹き飛ばすという古代兵器プルトンの名前が初登場しています。193をひっくり返すと391話を見てみましょう。391話ではロビンが生まれた島オハラが地図から消え去った話です。そのロビンはアラバスタでクロコダイルと共にプルトンを探していたのが面白いです。そんなプルトンのありかは和の国、ワニプルトンはあった、クロコダイルはワニ。クロコダイルの毒針は花の都のオロチ城を表し、その下にプルトンが眠っていた。クロコダイルの毒針がヒントになっていた。そんなロビンは395話で恩人であるクローバーを撃たれています。395をひっくり返すと593話を見てみましょう。593話ではオハラの生き残り、ロビンは革命軍から革命の灯火と呼ばれています。
またワノ国といえば1055話で判明した旧ワノ国水中都市でしょう。1055をひっくり返すと551、551話を見てみましょう。551話では三日月型の島マリンフォードの水中から白ひげのクジラ型の船が浮かび上がっています。さらにワノ国といえばやはり光月おでんでしょう。971話で光月おでんは竜のカイドウと蛇のオロチに釜茹での刑になっています。971をひっくり返すと179、179話を見てみましょう。179話ではワニであるクロコダイルの砂嵐サーブルスによって発生した砂の蟻地獄に落ちるルフィ、水が枯れて飲めないアラバスタと水が汚れて飲めないワノ国など、アラバスタとワノ国にはつながりがあります。そんなアラバスタとワノ国といえばエースとヤマトでしょう。984話でヤマトは正体を表してエースを思い出すと言っていました。984をひっくり返すと489、489話を見てみましょう。489話ではエースのビブルカードが燃え出しています。さらにエースはアラバスタで157話に登場しました。157をひっくり返すと751、751話を見てみましょう。751話ではエースの形見メラメラの実を食べたばかりのサボがメラメラの実にまだ馴染んでいない。次にルフィの弟分桃之助についても考えましょう。桃之助は685話で竜の姿のままゴミ捨て場で登場。685をひっくり返すと586、586話を見てみましょう。586話では反逆竜革命軍ドラゴンと竜の爪の使い手サボが登場しており、サボは貴族たちに燃やされるゴミ山を救おうとしていました。ゴミ捨て場の竜桃之助とゴミ山の竜サボです。さらに1025話では桃之助とカイドウによる天に舞う双竜図が描かれていますが、1025をひっくり返すと521、521話を見てみましょう。521話は天かける竜のひずめ、そして竜といえば1035話にはキングの狩竜とゾロの飛竜が激突していますが、1035をひっくり返すと531、531話を見てみましょう。531話にはキングに似ているマゼランがヒドラを出しています。そして竜といえば1049話でルフィはカイドウを友達が腹いっぱい飯が食える世界と叫んで、ヒョウゴロウに教わった竜王を使って竜王カイドウを倒していますが、1049をひっくり返すと941、941話を見てみましょう。941話では腹いっぱいおしるこを食べたルフィとヒョウゴロウ、そんな覇王色の覇気をルフィが見せたのは519話王の資質、519をひっくり返すと915話を見てみましょう。915話のバグラ町でルフィは覇王色の覇気を使っています。そして917話には食糧宝船が登場。917をひっくり返すと719、719話を見てみましょう。719話にもチンジャオの宝物が登場。まだまだ行きましょう。318話には下手くそなルフィの海賊旗が登場しています。318をひっくり返すと813、813話を見てみましょう。813話の扉絵にはルフィが描いた下手くそなラブーンの海賊旗。次に147話ウソッパチを考えましょう。147をひっくり返すと741、741話を見てみましょう。741話は嘘つき嘘ランド、147話の嘘っぱちと741話の嘘つき嘘ランド。次に1031話ではサンジがジェルマの鉄の体を発動しています。1031をひっくり返すと131、131話を見てみましょう。131話には鉄の体ブリキのワポルが登場しています。そしてお待ちかね、ルフィが太陽の神ニカになったのは1044話。1044をひっくり返すと441、441話を見てみましょう。441話はエースと黒ひげの運命の決闘。じゃあ太陽か闇か、勝者は一人だ。太陽つながりです。さらに次の1045話はネクストレベル。1045をひっくり返すと541、541話を見てみましょう。そこはインペルダウン、囚人を解放しながら上を目指す解放の戦士たち。551話は未だかつてナッシブル、インペルダウンのレベル5からレベル1を目指しています。逆に1045話はレベル1からレベル5、つまりギアフィフスになったイメージです。
それがネクストレベル。551話でイワンコフはルフィに対して自由かと言っていました。以上です。この他にもまだありますが、とりあえずこの辺でいいでしょう。これが話数の反転です。これらは全て偶然なのでしょうか。もちろん全ての話数にこの反転が確認できるわけではありません。ごく一部の話数でのみ成立する理論です。しかし、もしもこれが意図的に仕掛けられていたとしたら、これら話数の反転から考察が可能かもしれません。そう、ここからが本番です。まず太陽の神ニカは1018話で語られました。1018をひっくり返すと811話を見てみましょう。811話ではミンク族が毒ガスに苦しみ、ナミたちに命を救ってもらった話です。これはもしかすると太陽の神ニカコとジョイボーイとその仲間である800年前のズニーシャの話につながっているかもしれません。次に985話ではカイドウがワンピースを取りに行くぞと言い、さらに花の都を海賊たちの楽園無法地帯にすると言っています。985をひっくり返すと589話を見てみましょう。589話は風雲の志、ルフィは自分の国、ルフィの国を作っています。こちらの動画ではこのルフィの国がもしかするとルフィの夢の果てだと考えました。ルフィは腹いっぱい飯が食える愉快な海賊の国を作りたいかもしれません。次に301話は我ここに至る。301話ではロジャーの言葉が登場しています。そしてルフィは蛇の口の中に入って宝を見つけていました。301をひっくり返すと103話を見てみましょう。103話はリバースマウンテン、クジラのラブーンの口の中。301話は蛇の中、103話はクジラの中。過去に僕はこちらの動画でラフテルとはクジラに飲み込まれていると考えましたが、どうなんでしょうか。そんなロジャーがラフテルを見つけたのは967話です。967をひっくり返すと769話を見てみましょう。769話は海賊ベラミー、夢を笑うベラミーは夢に笑ったロジャーと表裏一体であるとこちらの動画で考えました。なぜなら海賊旗とは別名ジョリー・ロジャーであり、その海賊旗を掲げていたのはサミエル・ベラミーです。空島に到達したベラミーはロジャーと同じく世界がひっくり返ったと言っていました。そんな769話の話数の語呂合わせは奈落、奈落です。奈落の底で戦うベラミーとルフィ、ラフテルは奈落の底にあるのでしょうか。最後にイム様についても考えましょう。イム様が登場したのは906話。906をひっくり返すと609話を見てみましょう。609話はイム様がいる聖地マリージョアの真下、魚人島、そこは人魚の楽園、そして深海魚リュウグウノツカイが登場しています。このリュウグウノツカイとは西洋では未確認生物シーサーペントの正体だと言われているようです。こちらの動画ではイム様の正体はレインボーサーペント、ニジヘビ、ウロボロスだと考えました。以上です。今回は話数の一つなぎ、その派生変則パターンである話数の反転を考えてみました。それは偶然の産物なのか、それとも意図的に仕掛けられた壮大な一つなぎなのか。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。